ビバブラジル、ビバブラジル。さあ、やべ、すげえ。キャンパイ。今日は一個でいきます。すいません、今日の出会いに乾杯。乾杯。ああ、うわ、入ってきた。うわ、で持ってきちゃった。そこに行って、で友達に行って、専門学校行ったの。そしたらなんとそこで失礼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 もう一回。あ、もう一回来ない。もう一回来ない。もう一回。目がめっちゃ痛い。じゃあサダさん到着して到着しました。フルメンバーですね。それではじゃあ今日のキャンプに乾杯。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 ビバブラジル。ビバブラジル。グリーンって最後まで。それ下飲まないでやばい。下飲まないでやばい。全部。トカネロは一気要素。すみません。テクスがアルコールで下が。じゃあもう一杯作りましょうか。じゃあ先生。キャンパイ。すいません。いただきます。ヤギ丼チャンネルいいよ。手でこかせていただきます。真ん中の真ん中のやだ、真ん中の真ん中の真ん中の割れる割れる割れる。でも気持ちいいわ。でも気持ちいい。こうやって見てすげえ。ベシアは超明るい。今ベシアうん、うん、あそこ回すぎて車選んでいけない。あそこ左曲がってったらすぐ。そんなとこやんの。あるんですよ、こんなのが。知らなくて。ほらベーパーラックスあそこでやってる人は言ったな。動き回れんじゃん。てか動き回らないと当たってる。今ね、全部これペットが何個あるんだろう。今日は1個ペーパーラックスね。キャンパイ。キャンパイ。キャンパイ。と言って高野にこれはもう、ね、うまっ。どっちも待って、ちょっと待って、それで飲みに来る人いる？それで飲みに来るやついる？マジンガーマジンガー犬みたいにしてる。何度ないさ。乾杯。キャンプアイ。キャンプアイ。
じゃあ行きますか。じゃあひろみさんお願いします。お願いします。この後絶対やだよ。やだよ、俺もやだよ。あ、ムーンライトビューティフルー。セリフ変わってんじゃん。ムーンライトビューティフル、これです。寒い。2回目になっていいんですかね。はい、親父2回目です。毎年年金持ってきます。はい、また来年もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあお疲れ様です。お疲れ。ゆっとさん、じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、あずあざすで頑張りますんで。はい、で、ね、中山さん、松本さん、もう佐田さん、オリジナルメンバー、はい、これからもちゃんとやりましょう。よろしくお願いします。ですよね、はい、でこれから多分松本さんが 一発ゲームやりますから。そうですね、そう、はい、そう、僕は今日はそう、あの松本さんに次のバトンを渡しますんで、はい、今日はお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。まだ夜長いんで楽しみましょう。はい、次は松本さん、暗闇を照らそうっていう、ね、ここは松本さんです。よろしくお願いします。ここだけ明るいんじゃないですか。はい、ここだけ明るいんじゃないですか。なんかここ明るいな。カメラ入ってます。よろしく。うわうわ、すっげえ不適されてる。不適されてる。なんで怒ってるんですか。月が綺麗だろ。あの、あれですか、あの日本戦とドイツ戦、はい、だからね、うん、あのね、国民のみんながね、うん、あのみんな応援してくれたところに、私は嬉しいですよ。長友、嬉しい。長友、ブラボー。まずそうだ、ブラボー、ブラボー。ちっちゃな声、次の日本、ちょっと松本さん、ちっちゃな声で次の日本入っちゃったよ。入ったよ。ブラボー。あ、すいません、次の今度来た時は、調子の山田君みんなで行きましょう。山田君初参加ということで、まず自己紹介からよろしくお願いします。あ、ベベかよ、ベベ。あの、ベベペイペイ、ペイペイ、ペイペイ、今流行ってんだろ。どうも、三浦です。今日は、あのちょっと途中からですけど、あの参加させてもらいました。ちょっとイケメンだからで途中からか。ちょっとお酒飲み、やっぱ飲んでね、参加したかったですね。飲んでねえのか。ちょっとお酒飲んで。どういうこと。はい、ぜひ、はい、ぜひ次回はよろしくお願いします。はい、誰かちょっと焼き、ちょっとと、なんでいるんだ。じゃあ、佐田さん、なんでいるんだ、また。なんで、まあ、なんでいるんだ。はい、じゃあ次は佐田さんで行きたいと思います。佐田さん、どうしよう。佐田清です。いろいろ話を聞いていきたいと思います。佐田清です。江藤です。佐田清です。佐田清ですって言うのも江藤さんが言っちゃう。とりあえず佐田清。待って待って、じゃあ行きます。もう5回目じゃないですか、お台場時間。はい、毎年このこれでね。どうですか、どうですか。あー、出た、出た。前回の放送これで、はい、それなんていうんですか、なんていうんですか。ゆーたんぽ。ゆーたんぽ。ザ・ゆーたんぽですよね。はい、今日はちょっと新しいギアをね、はい、紹介したいんですけど、はいはい、ゆーたんぽ。ちっちゃくなっただけやん。ちっちゃいだけやん。マジか、めっちゃちっちゃくなっただけやん。なんすかそれ、亀じゃないですね。これ新しいやつ。亀じゃないですよ、親亀と子亀。これで今日は、今年は乗り切る。今日それで乗り切る。これで、いや、こっちも違うけど。いや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 、ブラボー行きましょうか。ユタンプブラボー。ブラボー。入ってきた、入ってきた。はい、じゃあ、じゃあうちの息子、最年少キャンパー、はい、イケメン。はい、はい、イケメン。というわけで、はい、はい、じゃあ今日は3人とかやん。どう、ごめんね、なんかあのおっさんたちに囲まれてのキャンプになっちゃったけど、勉強ってんじゃねえか。まあ、いつもだけどさ、まあ親としては付き合ってもらってありがとうっていう感じ。お、感謝の言葉か。いいじゃん、そこですよ。お、はい、でも、でもだ、子供としてはどう思ってんのかなっていうところも含めて。あ、そうっすね、そうっすね。そしてネギを食べ尽くしたっていうのは、はい、今まで言ったことないですけど、来たか、来たか、来たか、来たぞ。とっても感謝します。じゃあ
申し訳ない、ね、ちょっと短めに行きます。短め、はい、そうだ、お願いします。22歳です。22歳。はい。お腹は熱いっていう。好きな食べ物は馬刺しとネギとあとニンニクです。あ, あ, あと好きな言葉は定時退社です。よろしくお願いします。面白い。なんか、すいません。本日お疲れ様でした。あ、お疲れ様です。はい。これ最後の締めとして。やっぱり締めじゃないけど、まあ、こあじゃあ今年1年の反省と抱負お願いします。まあ、50泊っていうのが自分の1年間の目標っていうか、まあ、基本なんで、まあ、それができたかできたかな、まあ、それを超えられたかなぐらい。1週しかないですよ。お酒と、まあ、あの焚き火が好きなんで、まあ、それができればそれ以外は別にないんだけど、別にあとね、あとは皆さんと仲良くできればいいかなと思ってるキャンプなんで、うん、だからまあよろしくお願いします。一つ言うことになんか文句にやめてもらっていいですか。いやいや、3、2、1、9。危ないからね。ブラボー。そっかそっか、ありがとうございました。なんかシュウマイつまんねえやつらな、お前。これ入ってるから。揺らり揺らり揺らり